早速 UFG を使ってみるのです。クレハは上から見ててほしいのです。とびっくりしちゃいますよ。ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった、じゃあ上から見てるから。UFG が刺さるところは発射前にレティック…ですね、レティクル、つまり構えた時に出る照準の色でわかります。まずはあの高台まで登ってみるのです。さすがマスターなのです。 UFG を当てると動く仕掛けがあるので成功なのです。UFG を当てるとダウンさせることができちゃうのです。さすがマスターなのです。ダウンさせたエネミーに UFG を当ててアイテムをいただくのです。UFG はバッチリですね、マスター。ちょっと、人がせっせと上り下りしてたっていうのに。マスター、お疲れ様です。これでパーフェクトですね。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。繰り返します。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニューから見れたはずなんだけど。すごい、キリトさんたちが優勝だよ。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。一番のレアアイテムを見つけたんだもの。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。他の機能のことはどうであれ、移動のことを考えると正直かなり羨む。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス？一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った？どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。
仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も危うかった。君はキリト君の友人なのかい？なるほど、アファシスを手に入れトッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日世界一幸運な人だと思うよ。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ X A29000。 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うわ、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい、俺だけの可愛い子ちゃんが。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできるゲートじゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？その武器って見たことないんだけど。
どこで手に入れたの？二実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、威力は、射程は、移動サポート機能。こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた、俺にこの武器を売らないか。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわぁ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか？急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも
考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん。きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。だって全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな？仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだって言う人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり、君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ、仮想世界へ。